ヘバーデン結節、爪周囲炎、指の第一関節の痛み。どうもです、テケポン TV です。テケ科専門医による医療相談を行っています。それでは本日の質問をどうぞ。朝起きたら左中指の第一関節が押さえると痛いです。こんなこと初めてです。原因としては何が考えられますか？また病院へ行くとしたら何かに行けばよろしいでしょうか？40歳から50歳ぐらいの女性でしたらヘバーデン結節の可能性が高いです。それ以外ですと何とも言えませんが、もしかすると爪周囲炎かもしれません。整形外科でできれば手外科が専門の医師の診察を受けられるといいでしょう。ヘバーデン結節か爪周囲炎かは診察すれば一目でわかりますし、日常診療で鑑別が問題になることもあまりありません。年齢も性別もわからない状態で、実際の診察もなしで文面での相談のみから判断しなければならない状況だからこそ、両者の鑑別は簡単ではなくなります。